今ね、僕がここで手に触ってるのはね、これね、グリーンイグアナなんですね。グリーンイグアナです。これはね、アメリカ産で、生まれてから約1年半ぐらいで、体長はね、1メートルを優に超えてます。ちょっとね、トカゲを生け捕りにしてね、日本トカゲなんだけど、その帰りに、ビニール袋にね、トカゲを入れて、で、虫かごを買ってそこに移そうとして、それで何を食べるんだろうと思って、ペットショップに立ち寄って、ペットショップに人に聞いたら、まあ、コオロギだって言うんだね。それでコオロギをくださいということになったんだけど、そこでね、このグリーンイグアナ、いたのね。え？と思ってね、何かをね、店員の人がね、洗ってるんだよ、この店員の人が。で、なんかいわゆる台所の、お皿を洗うような、そういう桶というか、システムキッチンみたいになってて、そこで何かを洗ってるからね、ちょっと覗いてみたら、これだったの。え？何してるんですか？つったら、お風呂に入れてるんです。それでね、すごい、かっこいいって思わず言っちゃったんだけど、おとなしいですよ、触っても大丈夫ですよって言うから触らせてもらったのね。そしたらね、なんとね、まあ、1年半ぐらいでこのぐらいの大きさになっちゃうんだって。で、これは結構個体もね、グリーンが綺麗で、非常に人慣れが最初からしてるんで、もう全然大丈夫なんですよって言うんだけど、基本的に草食性で100%、キャベツとかを食べてるんだけども、なんかね、5万円台なのね、この大きさで。それお店にもう一匹同じ種類の、まだ赤ちゃんがいて、本当に10センチくらいの赤ちゃんで、それは1万円台なんだよね。だから手軽に買えちゃうんだけど、こんなのさ、家にいたら大変だよね、と思って。この大きさだから、ならまだまだしも2メートルぐらいになっちゃうんだって。この倍にもなっちゃうという。末恐ろしい動物で。だけどすごい魅力的。いやー、思わず欲しくなっちゃった。って感じだったんだけど、こんなの飼っちゃったら大変なことになると思って、いろいろ考えました。それでね、普通はね、1年から2年目ぐらいの間のグリーンイグアナっていうのは、まあ、このぐらいの大きさだと、例えば人で言うとね、やっぱし、どうだろう。まだ10代の若者。例えば中高生ぐらいの年齢みたいなもんで、結構ね、急に噛みついてきたりね、やっぱ荒っぽいらしいのね。で、いくら、まあ、肉食じゃなくて草食だとはいえ、やっぱしね、そういう時には、ある程度大きいからさ、まあ力もあるわけだよね。で、尻尾振り回してガラス割っちゃったりとかいうこともあるらしいし、だから凶暴性がないことはないということなんだよね。まあ性格はおとなしくて、人には懐きやすくて、非常に飼いやすくて、頭もいいと。しかし、やはりそこはそこ。やはり、これおそらくね、アメリカ産だっていうので、まあアメリカの熱帯地方、南の方かな。で、捕獲されたものか、もしくはその辺で捕獲したものを、まあ、返したものの子供だったんだろうからね。まあ野生に溢れた熱帯性の爬虫類ということに間違いはないので。しかも、まあ家庭で飼うにはね、やっぱし2メーターぐらいになると、まあ例えばね、一部屋を用意するぐらいの覚悟がないと、飼うのは大変ですと。まあ飼うからには責任を持ってね、死ぬまで付き合う覚悟がなかったら、もちろん、イグアナとはいえ、かわいそうだし、まあ本当にね、ペットそのものが、かわいそうな目に遭うことだけは避けなければいけないので、
最後まで責任を持てる人の手元に、やはり、嫁いでいくというかね、買われていかないといけないっていうのが、今のね、日本でも、ペットを保護、動物愛護っていうね、精神に基づいて、そういうような規則はないけど、やはり人道的にね、そういうものが、もっぱらの、今世の中にはなってきてるからさ。だからね、好き嫌いだけではなかなか。特に、例えば5000円ぐらいからとか1万円ぐらいから手に入っちゃうようなものだと、ほんとさ、1年半でここまで大きくなっちゃうってことは、1年も飼ってるうちにね、可愛い可愛いって言いながら、どん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 大きくなってっちゃったら、まあ、えらいことになっちゃうよね。マンションなんかだって、もし逃げ出しちゃったりしたら、極端な話、ベランダから隣の部屋に入ってっちゃうとかさ、動き相当早いらしいからね。走る姿なんかはね。ここで見ててもやはり、のんびりしてそうだけど、すごい敏感な動きもするしね。まあ普通のだって日本トカゲを見ていたって、カナエビを見ていたってすごい動き早いからね。爬虫類だからね。まあ、カメなんかとは全く全然違うしね。その辺をちゃんと分かってて付き合えるかどうか、ということも、一瞬のうちに僕は考えてしまいました。だってほんと欲しくなっちゃったもん。ちょっと本当に5分10分見てるだけでさ、なんか、かっこいいんだよね。ほんと、恐竜が、うちに来るような、錯覚に陥るよね。とにかく、すごいものを、見せていただきました、というか、触らせていただきました、ということで、まあ、そういう動画になりました。今回のはね。ちょっと背景をね、隠さなければいけない。お店に撮影の許可はいただいてるんだけども、まあ YouTube に載せたりするということまでは話していないので、一応こんな形の、まあ周りの背景を隠した状態での撮影になりました。ということです。それでは、失礼いたします。